ビラフォンテーヌは、住友不動産の子会社である、住友不動産、ビラフォンテーヌ株式会社が運営している、宿泊特化型のビジネスホテルチェーンである。リゾートホテルブランドとして、ビラージュも運営している。ビラフォンテーヌ東京潮止めのロビーベラフォンテーヌは、住友不動産の有給不動産の活性化を目的に1997年に開業した。フランス語で名称の、ビラは、 館フォンテーヌは、泉を意味し、住友家の屋号である戦国が、その由来となっている。会議室や、ビジネスルームを併設した店舗がある一方で、全館にワイドベッドを採用、またビジネスホテルにしては、大きめの浴槽、レディースルームの設置、店舗ごとに設定された、客室内装のテーマなど、女性やカップルでの利用も視野に入れた作りとなっている。朝食は、 人望町店、新宿店以外はロビーにおいてビュッフェ形式で提供されている。またリゾートホテルのビラージュ、伊豆高原、ビラージュ京都の運営も行っている。近年では、六本木の泉ガーデンタワーや、汐止の汐止住友ビルといった住友不動産の大型オフィスビルに入居する形で、首都圏を中心に活発な事業展開を行っている。 2007年1月には西武鉄道から買収した黒川気象設計の旧六本木プリンスホテルを改装したビラフォンテーヌ六本木アネックスを開業2011年1月まで期間限定で営業していたミシュランガイドに選定住友不動産ビラフォンテーヌに関するカテゴリーありがとうございます